この着物は女物の一重の着物になります。使用した生地は幅が110センチで、綿が 85% で、麻が 15% の高色の、まあ、いわゆる洋服地で作りました。着物を作る生地、反物はだいたい幅が38センチから40センチぐらいで、長さが13メートルぐらいのものを反物として着物用の生地として、着物を作る際に使うんですけれども、まあこのように洋服地でも十分に、着物を作ることができます。柄はですね、この生地は、コットン小林さんの綿麻のキャンバス、柄の名前は、寿司猫綿麻キャンバスという名の、名前の、生地になります。少し厚手かなっていう感じですね。今回は、この寿司猫模様の色のうちのグレー色の寿司猫模様の生地で、女物の着物を作ってみました。他にもですね、この寿司猫模様の生地の色は、ナチュラルとダークレッドとネイビーとグリーンがあります。今のところですね、この寿司猫模様の色のうちの、ナチュラルとグレーは、買ってあります。うちで在庫があります。この寿司猫模様の、洋服地生地は、幅が110センチあります。着物地の場合にはだいたい反物布地の幅が38センチから40センチくらいなので、まあ大雑把に言うと3サイズですね。バスト、ウエスト、ヒップで、着物の場合には打ち合わせをして着るので、身幅が狭いと十分に打ち合わせ、前身頃のとこがこう重なってならないので、身幅というのは基本的に一番広いところ、ほとんどの方はヒップだと思うんですけれども、3サイズのうちのヒップだと思うんですけども、そこを、基準にして、着物の身幅を決めます。単純には言えないんですけれども、例えばヒップが90の場合ですね、その半分が45じゃないですか。で、45だとすると先ほど言ったように、背縫いというのは後ろ身頃に背中の部分についている縫い目なので、でそこになんで背縫いがついているかということを考えると、先ほどお話ししたように、着物地は幅が広いものといっても40センチぐらいがまあせいぜいです。そうすると先ほどの、ヒップ90を2で割って、前と後ろで幅を分けた場合、もうその段階で45センチのわけですよ。そうすると、布幅を1枚だけ使ったのでは背中を覆うことができないので、で着物の場合には左の上前の後ろ身頃と下前の後ろ身頃というように、背中の部分に布を2枚使って、それで背中の部分後ろを覆うように作ります。だから背縫いが必要になってくると。で、それと着物が着物を着用した時に特にお尻の部分ですね、これが背縫いが、左右横方向に引っ
張られるんですよ。そうするとこう、まあ、僕らあの縫い目がはだけるとか開くとかって言い方をするんですけれども、背中の部分の背縫いの縫い目が痛みやすいわけですよ、引っ張られるところというのは。だからそれを補強するために、まあ、ほとんどの一重の着物の場合には意識当てという、背中の部分ですね、背中心の、お尻の部分、そこにもう一枚生地を当てて、背中背縫いを、補強する、そういうあの生地を後ろに貼り付けます。ただこの着物に使用したあの生地は洋服地で110センチと広いので、これは1枚だけで十分、あの1枚というか110では広すぎますけれども、幅で切り落としてもう少し狭い幅にするんですけれども、背縫いをつけなくても、背中に縫い目をつけなくても十分に、後ろ背中を覆うだけの幅があります。だから、今回は背中に、背中の縫い目背縫いをつけませんでした。背中に縫い目がないということは、背縫いがないということは、引っ張られる、そもそも左右に引っ張られる、お尻のところで左右に引っ張られる縫い目自体がないので、意識当ては必要ないというふうに考えて、この着物の場合には背縫い、意識当てをつけませんでした。それで、背縫いをつけないことにしたんですけれども、以前から着付けの時に着物を着る時に、着物がちゃんと着付けられてるかどうかという一つ重要な要素として、背中の縫い目が背中心に来てるかどうか、それを確認しながら着付けるということが、美しく綺麗に着物を着るために、重要なことだということを聞いていたので、今回は背縫いをつけないということ、背縫い自体がないので、それで着付けに支障がないかどうか着付けの先生に聞いてみました。たところやはり背中心ですね、着物がちゃんと綺麗に着れるように背中心に背縫いの縫い目が来るように着付けるということは普通に行うことなので、やはり背中にそういう目印がないのはとても着にくいんじゃないかという話を 聞きました。そういう意見をいただいたので、じゃあ何か背縫いに変わるものがないかということで、今画面ちょっとアップにして、フリクションペン、赤いペンの先のところに、縫い目が見えると思うんですけれども、波縫いのような縫い目が見えると思うんですけれども、本来だったら背縫いがあるところ、背中心の部分にを、このような運針のような飾りステッチで、縫い目をつけてみました。別に2枚の生地を縫い合わせるというのではなくて、背中心背中の真ん中のところをこうチクチクと縫いました。で、あとはこの縫い目のところを仕上げ、着物を折りたたむときにアイロンで折りをつけて、で、着付けの時にはその折りが背中心背縫いの縫い目代わりの目印になるように、仕立てて、でこの猫寿司柄の着物を縫う前に、前に紹介した、リトアニアリネンの着物、それもやはり同じように背縫いをつけずに背縫いをなくして背中心の部分に今のような縫い目をつけて、着物を畳むときに折りをして、実際に着付けの先生に着てもらいました。特に伺ったところによると、背中心は確認するというか、着付けの時に
このようなことをすれば特に来にくいということはなかったという感想をいただいたので、今回の着物もこのように背中心に縫い目ではなくて飾りステッチ、まあ、縫い目ですよね、縫い目ですけど、この縫い目は普通の着物のようにそこに縫い代を取ってその2枚を縫い合わせている縫い目ではなくて、そもそもただ1枚の布のところをチクチク縫っただけなので、ここがどんなに引っ張られても縫い目がこう引っ張られる、横に引っ張られるということはないので、あくまでもこれは着付けの時に背中心の位置を確かめるための目印的な、感じでこのような縫い目をつけて、で仕上げの時に着物を畳む時にここを折って、折ればよりはっきり背中の中心が分かりやすいので、でまた洗濯なんかしてその折りが取れたとしても、この縫い目自体は洗濯しただけでは取れないので、そこをまたアイロン等で折りをすれば、また着付けの時の背中の中心の目印になると、そんな作りにしてみました。今物差しでこうなぞっているところ、刺しているところが着物を仕上げする時に付けた、畳む時の折りの背縫いの部分、背縫いというか先ほどの、背中心の縫い目の部分につけた折りになります。でこの折りが着付けの時の背中心を確認するための目印になると思って、この、普通だったら背縫いの縫い目のところに、毛抜きで毛抜き合わせの形で折りをする、背縫いの折りをするんですけれども、この場合は背中心のところを縫った先ほどの縫い目のところ、そこにこの出表の状態で、背中心の折りをしました。これが背中心の目印代わりになります。それと今写っているのは襟肩周り、首周りなんですけども、ここもやはり傷みやすい箇所なので、この部分ですね、この部分肩当てというのを、つけてみました。残り切れが十分あったので、この肩当て布の肩当て布は共布で、共布を使いました。あとですね、洋服地ということもあるんですかね、この、布地の染めは、印刷プリント染めなので、でその手のプリント染め、プリント印刷ですか、で作られた染められた生地というのは、今見ていただければ分かると思うんですけども、はっきりと裏地と表地が分かります。表は今回はグレーの寿司猫柄ですけれども、もう裏側となるとほとんどもう真っ白で柄が染まってません、色が染まってません。だからですね、着物は着た時に、多少こう裏がこうひっくり返って見え、裏が見えやすい、覗きやすい見えやすいところがあります。その一つとして、今画面に映っているここの部分、ここが、袖口の部分ですね。でここなんかもバリアの手首のところからこう裏が覗きやすいので、着物地の場合には割合裏までしっかり色が通って染まっているものが多いので、あまり気にならないとは思うんですけれども、普通の一重の着物の場合にはこの袖口の部分ですね、ここが三つ折り付けで、始末されています。に対してこれも三つ折り付けで始末できるんですけれども、そうしますとやはりこれだけ
裏と表の色合いがはっきり分かれていると、あんまりこう手首のところからチラチラ裏が見え、裏の白いのが見えるのもどうかと思ったので、だいたい6センチ以上ありますかね、8センチ以上ありますね。8センチぐらい内側まで、裏が見えないようにするために、袖口布という布地パーツを、縫い付けてみました。これならばちょっとこう手首のところからこう中が覗き見できたとしても、そこもまだ表地をこうが見えるような状態の生地を貼り付けてあるので、印刷染めのその裏がはっきりと分かるというのがある程度こう気にならないのではないかということで、こういう袖口布、これ羽織なんか、人への羽織はよくつけるんですけれども、縫い付けてみました。画面に映っているのが、これが袖の振り、袖付けの方なんですけども、ここもやはりちょっとこう裏側が見えやすいところなので、ここは三つ折り受けで、普通の仕立て方、一重の仕立て方でも三つ折り受けなんかにする場合がほとんどなので、三つ折り受けで始末をして、で、洋服地の場合にはここの三つ折り受けの幅、布幅が十分あるので、布幅をこの三つ折り付けの出来上がりの幅を計算して切ることができるので、やはり先ほどと同じ理由で、いきなりこう裏地が見えるよりはある程度表地がこう中に返った方が見栄えがいいのではないかというふうに考えて、この場合だったらこの三つ折り付けの幅、これを 4.5 センチ、袖の振りの三つ折り付けの幅を 4.5 センチに上がるような感じで、立ち切りの袖幅を決めて、袖を作ってみました。あとちょっと分かりにくい説明になるんですけども、この着物には、今画面に映っているところ、この物差しでちょっと差し示しているところ、ここが宮津口、だいたい帯のちょっと上のあたりになるんですけども、一般的な着物の仕立て方では、ここに打ち上げというつまみをつけるんですよ。でそれは身丈を長くできるようにするためとか、もしくはちょっと裾が擦り切れた時に、ここにつまみ縫い代が取ってあれば、それをほどくことによって長さを長くすることができるので、裾の傷んだところを切り落として、裾をもう一度作り直して、三つ折り付けをし直しても、ここで長さを出しているので、着物丈を短くしなくても裾の擦り切れ直しができるとか、まあいろいろな目的があって、ここに打ち上げを取るんですけれども、この着物は打ち上げを取っていません。でその理由の一番のなんでそうしたかというと、割合この生地厚い生地なんですよ。で和裁を多分ねやる人なら分かると思うんですけれども、この打ち上げのつまみ、今映っているのは後ろ身頃なんですけども、前身頃にもやはり打ち上げに打ち上げを取ると、先ほどのような丈を出したりとか、いうことができるので、打ち上げを取るんですけれども、そうするとその前身頃の打ち上げの縫い代が襟の中に入るんですよ。そうするとこのようにちょっと生地が厚いと、結構襟が厚ぼったくなっちゃうんですね。腰のあたりで、腰のあたりにその縫い込みが来るので、襟の中に縫い込みが入るので結構厚くなると。でそれをなんとか薄くできないかということで、
あの着物の襟には広襟とバチ襟とあるんですけれども、後でちょっと写しますけれども、あのこの着物は、まあ、どちらかというと襟の厚みを薄くできるバチ襟の仕立てにしました。それと同時に、やはり前身頃に、打ち上げがない方が腰のあたりが厚くならないので、後ろ身頃もそうですけど厚くならないので、今回はあのここに打ち上げを取らない上げなしの仕立てにしてみました。それでちょっと前の話に戻るんですけれども、先ほど、着物をは着用した時にちょっとこうめくれて裏が見えやすいところ、だから袖口であるとか袖の振り、そういうところに、ある程度の幅の、表地をつけて、こうめくれた時でも裏が見えにくいように、しましたとお話ししましたけれども、今撮っているのは着物の裾の部分ですね。で、ちょっと物差し置いてあるんですけれども、通常はここはこの場合もそうですけど三つ折り掛けという掛け方で始末をするのが一人の着物は一般的です。で、大体の着物はこの裾の三つ折り掛けの出来上がりの掛け幅ですね、今物差しが置いてあるこう表地が見えているところの幅、ここがだいたい1センチなんですけれども、さっき の打ち上げの縫い代を取らなかったということで、この着物には通常の裾の、裾掛けの出来上がり1センチぐらいにするともうほとんど丈に対する余裕がない、縫い代がない状態の着物になります。で、それと合わせて裾部分もこう歩いた時にちょっとこうめくれたりもして裏が見えやすいところなので、ここもこの表のこの返りですね、ここを11センチ、通常は1センチですからかなり広い幅で、三つ折り掛けの、出来上がり三つ折り掛けが11センチという広い幅で、出来上がるように、掛けて、で、それもまたこれだけ裾がこの裾に縫い代を取っておけば、ここに縫い代があるということは竹出しもしくは竹詰め、幅が広い方が中にこう入れ込む縫い込む縫い代がの幅が広く取れますので、どちらにしてもめくれてすぐに裏が見えるよりは表地がこう見えてた方が格好がいいのと、身丈の縫い代がこの部分で裾で取れていると、丈に少し余裕があると、縫い代分として余裕があるということで、今回は、ここの出来上がりの幅が11センチ、全体として15、6センチの縫い代が取ってあると思うんですけれども、そういう作りにしてみました。今映っているのが、上前左の奥身の奥身をこう畳んでちょっとこう裏側にこう返しているところ、こう今カメラでずっと追っている物差しが置いてあるところ、ここの部分が上前左の奥身の裏側部分になります。ちょうど画面の真ん中あたり、物差しが置いてあるところ、ここが襟先ですね、襟先部分になって、こう画面がこう裾方向にこう裾方向を取っています。この全体が、上前の奥身の裏側部分になります。この部分もやはり着た時にこうめくれて裏側が、見えやすいところなので、ここにもなんていうんですかね、肥沃とも違うんだけど、この部分だけ二重に作ってあります。
だから、こうめくれてもこの今物差しが置いてあるところ、ここに表地をこう縫い付けてあるので、こうめくれていきなり裏が見えるということがなく、表がそのまま見えて、この方がかっこいいんじゃないかなということで、普通 の、 あの着物の場合には、前の時にちょっとお話ししたように、結構裏 の、 あの 着物というか反物の裏側までしっかり色が入っているので、こうめくれたとしてもこう今のこの着物のように真っ白な部分が見えるわけではないので、あまり気にならないので、だいたいここの物差しが置いてあるところ、ここは三つ折り受けでやはりつま下始末するんですけども、これもどのぐらいだろう、9ミリぐらいかな、9ミリぐらいの掛け幅の三つ折り受けで始末するんですけども、それだとこの着物の場合にはこう裏地と表地のその裏地というか、裏地じゃないな、表側と裏側のこの色合いの差がはっきり分かるので、こういうように表地を縫い付けてめくれてもその裏側が見えないような、でこれは、右の組の場合には打ち合わせで来て内側に入ってしまうので、このなんていうのかな、ひよく風の生地はつけていません。まあちょっと厚手の生地ということもあって、着物全体の重さもあるので、軽くしたいということと、必要なければこれも一つ手間になりますので、右の奥身についてはこの裏側に、生地を貼り付けるということはしていません。あと今、画面に撮ってくると物差しが置いてあるところは襟の裏側で、物差しが置いてあるところ、ここが共入り掛けの横の縫い目の部分の裏側になります。で、これも着付けの本で知ったんだな、たのか口で着物を着ている生徒さんに聞いたのか、その辺は複数のところから見たり聞いたりしたんですけれども、浴衣の襟がですね、特に首周り、共襟、掛け襟の部分が柔らかい時に、長襦袢を着付ける時に使う襟芯を差し込むと、首周りの襟の部分がしっかりして立つということなので、普通の、一般的なというか昔ながらの作りの浴衣だと、当然ながら今物差しが置いてある共襟掛けの横は縫ってあるので、その横のところからこう襟芯が入らない、縫い目だ、縫ってあるから入らないわけですよね。共襟の下に、襟芯を入れることができないんですけれども、その部分を、あえて後からほどいて、襟芯を差し込むと浴衣の襟がしっかりすると。で結構それを、襟芯を差し込む人が、差し込みたいという希望があるということなので、この着物に関して必要かどうかはちょっとわからないんだけども、差し込めないような作りよりは最初から差し込めるように開けといた方がいいのかなということで、今物差しを置いてあるところは開けてあります。それで、開けてあるので、このように物差しというか今は物差しですけれども、このように、襟芯をこの襟の裏側こうやって差し込むことができるように開けて作ってあります。以上が、この寿司猫柄の、着物の説明になります。で、この寿司猫柄以外にも、いくつかの、布地を仕入れて、で、今のところ全てあつらえということで、私の岩沢祭の
ホームページで販売していますので、よろしければご覧になってください。で、お仕立て代の方は、記事代込みで、4万1000円を考えています。で、あと、ブログの方でもこの説明を、今話したような説明をしていますので、よろしければそちらもご覧になってください。で、あとは、そうね、概要欄にブログの、リンク、アドレスを貼り付けておきますので、よろしければご覧になってください。結構この寿司猫柄とか他に、買い込んだ布地で作った着物は洋服の上からも着て楽しめるような柄行きじゃないかなと思っているので、ご興味があって、欲しいなっていう方はお買い求めください。長くなっちゃいましたけども、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、いいねボタンのクリックとチャンネル登録をよろしくお願いします。